とうとうさい、頼んだぞ。おお、任せておき、セシオマル様。え、あ、ちょっと、しばらく見ないうちに器がでかくなったな、セシオマルは。セズナ、よかった、本当、よく生き返ってくれた。私は死んでいたのか。トア、大丈夫、妖力を全部使い切って寝てるだけだ。一体何が。どうにもかくにもいろいろあって大変だったんだよ。いいか、もう死ぬなよ。転生画で命を呼び戻せるのは一度きりだからな。私次第。それから永遠にも根を手に入れろ。吸妖魂の根。それでやっと大妖怪の麒麟丸に立ち向かっていけるってええもんだぜ。悪いことは言わねえから、身の丈に合った刀を手に入れろと永遠に言っておけ。それはどこに行けば手に入る。朴仙翁にでも聞くんだな。朴仙翁、噂に聞いたことはあるが。ほんじゃあなあ。俺、私には私には何もないのかよ。おい、刹那。戻ってきて、刹那。戻ってきたよ、とは。だがダミーを貪るのは今だけだぞ。